行機のパイロットには役得がたくさんありますよね。壮観な仕事場からの眺め、地球を高度1万700メートルから見られますし、周りから尊敬され称賛されます。ですが、そんなパイロットにも楽しめないことがあるんですよ。私が最初に思いついたのは、飛行中翼の上に立ってヨーヨーができないということ。楽しそうですが、乗客が怖がってしまいますね。それに翼から吹き飛ばされてしまいます。冗談はさておき、本当の理想を見ていくとしましょうか。ヒゲは禁止。多くの民間航空のパイロットは口ヒゲしか生やすことはできません。綺麗にヒゲを剃って仕事に来るのは酸素のためです。緊急事態が発生し、酸素マスクをつける場合、ヒゲでぴったりとつけられない場合があるからです。そうなると呼吸がうまくできませんからね。すべての航空会社がヒゲ禁止なわけではなく、ほとんどは綺麗に整えていれば良いとしています。エアバス A350 のパイロットはコーヒー禁止。他の飲み物も大体ダメです。デリケートな電子機器のパネルに液体をこぼすことで、すでにいくつかの飛行中の事故が起こっているからです。ですので、最近ではこの種類の飛行機のコックピットは液体禁止区域になっています。パイロットが水やお茶、コーヒーなどを飲みたいときは別の場所で飲まねばなりません。労働時間は夜間は8時間、日中は9時間のみ。パイロットは長距離フライトでは休憩を取ることが法的に認められています。ですが、心配はいりません。コックピットには常に2人のパイロットがいますからね。フライト中1人が昼寝をする場合は、もう1人が代わりに仕事をするのです。高度3050メートル以下では死後禁止。ほとんどの飛行機事故はそれより低い高度で起こる傾向にあるからです。というわけで、ステライルコックピットルールができたんです。パイロットはそれ以上の高度になるまで飛行機の操縦以外のことをすることは禁じられています。不必要なことには同僚とおしゃべりすることも含まれるのです。音楽やラジオも禁止。気持ちが音楽に行っていると気が散ってしまうので、結果として事故に巻き込まれる可能性があるからです。ですので、基本的には禁止。でも、フライトの段階により時々ヘッドフォンを使用し、音楽を聴いているというパイロットもいます。フライトが遅れていて乗客はまだ搭乗しておらず、飛行機が地上で何時間も待たねばならない場合も音楽を聴くことが許されているそうですよ。食事を選べない。食べたいものがあるなら早めに言っておく必要があります。パイロットたちは違うものを食べねばならないのです。2人ともがひどい食中毒になって操縦ができなくなることを想像してみましょう。怖いですよね。ですので、1人のパイロットがチキンを食べるなら、もう1人は魚を食べなければならないのです。パートナーは選べない。パイロットはほとんどの場合、コックピットに入るまでその日誰と一緒に仕事をするのかを知りません。個人的な理由があったとしても、割り当てられたパートナーを拒否することもできません。本を読むのは禁止。残念ながら、夢中で読んでいる本をフライト中に読み終えることはできません。本は気を取られすぎるとされているからです。ですが、新聞を読むのは大丈夫なんですよ。記事は短いですし、それほど没頭することがないからです。フライト中はいかなる時も電子機器は禁止。電子機器の電源を切るか、機内モードに切り替えてください。どの乗客も聞き覚えのあるこのアナウンス。でも、パイロットがコックピットで同じ規則に従っていることを知っている人は少ないのでは。実はフライトモードも禁止されているんですよ。飛行機を操縦中に邪魔になるものは全てシャットダウンしなければならないのです。常に2人体制で、コックピットには常に2人いなければならないということ。もし1人がトイレに行ったり、水を飲んだり、足をストレッチしたりしに行くときは、 CA さんがもう1人のパイロットと一緒にいなければなりません。これは厳しく定められた手順なのです。パイロットがドアを開け、 CA さんを中に入れます。そしてドアに鍵をかけます。その後、パイロットが外に出るため、またドアを開けます。戻ってくるときも同じ手順が繰り返されます。着陸してもすぐに家に帰れない。パイロットは通常最初に飛行機に乗り、最後に降ります。旅の前にはフライト直前チェックがあります。
そして飛行機を着陸させ、乗客全員が降りるのを待つ間、パイロットにはフライト後のチェックがあるのです。好きな時に昼寝はできない。パイロット2人ともが同時に仮眠することは厳しく禁止されています。それはそうですよね。全ての近代的な飛行機にはオートパイロットがありますが、それでもパイロットが大部分の仕事をします。最低1人は警戒態勢にあり、フライトのどの段階であっても適切に飛行機を制御する必要があります。一人のパイロットが居眠りしそうになったら、もう一人は起きていなければなりません。同僚の方をちらりと見るだけでは不十分、口頭での確認が必要です。乗客の訪問は禁止。そうなんです。乗客が感じよく頼めばフライトデッキに入れてもらえるという時代もありました。でも今はパイロットがクルー以外の人をコックピットに入れることは禁止されています。たとえパイロットが構わないとしてもです。ですが、厳しい規則に従わねばならないのはパイロットだけではありません。CA さんにも破ることの許されない規則があるんですよ。例えば、CA さんたちは乗客の前で食事することはできません。何か食べたいときは毎回ギャレーに隠れないといけないんです。CA さんたちは空港でも飛行機でも制服でない姿を乗客に見せてはなりません。ですが、フライト前に同僚としかコミュニケーションをしない場合は飛行機の中で着替えてもいいとされています。何でも飛行機に持ち込めるわけではありません。乗客と同じように CA さんも保安検査を通らないものは置いていかなければならないのです。 CA さんだからといって例外はないんですよ。CA さんは乗客が降りるのを手伝うことはできません。大変なフライトだった場合でも、乗客が一人で歩けない場合でもです。規則により付き添うことができないんです。一人でも機内に乗客がいる場合、 CA さんは飛行機を離れることができません。 CA さんにできることは助けてくれる人を呼ぶこと。誰も来られないときは飛行機に誰もいなくなるまで待たねばなりません。そうして初めて CA さんは手伝うことができるんです。 CA さんは制服を着ている間は個人的な趣味を宣伝することはできません。乗客に YouTube チャンネルに登録してもらうこともできません。私 CA さんじゃなくてよかったですよ。またインスタグラムのフォロワーになったり、化粧品だろうが服だろうが商品などの宣伝をすることも禁止されています。CA さんは好きな時にコックピットに出入りすることはできません。安全上の理由からコックピットに入るにはとても厳しい手続きがあるのです。電話で行くことを伝える、ドアに特別なコードを打ち込む、他のクルーにカーテンを持っていてもらい、開いたドアから他の人が入れないようにする。これだけ厳しいとコックピットにトリックオートリートと言ってお菓子をもらいに行くのは大変そうですね。クルーメンバーはチップを受け取れません。 CA さんが優しく親切なのはそれが彼らの仕事だからです。チップというモチベーションがあるからではありません。 CA の仕事をしている友達がいれば、あなたも無料または格安で飛行機に乗れると思っている人多いんじゃないでしょうか。でも事実からはほど遠いんですよ。友達も親戚もフライトアテンダントの特典を使うことはできません。クルーメンバー自身だって無料チケットを使ってトラブルになる時もあります。例えば乗ろうとしていた飛行機が満席の場合、他の飛行機を待たねばなりません。休暇の計画が台無しになりますよね。 CA さんが食事を用意するキッチンであるギャレーで乗客とたむろするのは禁止されています。飛行機に乗っていて退屈したらブラブラできるいい場所だと思うかもしれません。おしゃべりをしたり足のストレッチをしたりもできますしね。ですが乗客はクルー専用エリアには入れないのです。あ、忘れるところでした。これまで見ていた中で飛行中パイロットが翼の上に立ってヨーヨーしちゃいけないっていう規則はありましたか？あったら面白かったんですけどね。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら高評価してお友達とも共有してください。ブライトサイドには面白い動画がたくさんあります。ぜひお楽しみくださいね。人生はいつもブライトサイドで。